はい、えー、戦国武将機構武田勝頼子、えー、天竜二俣城ですね。まあ行行、信玄公。 とちょっとかぶるところがありますけども、まあ、勝頼公から見たですね、ちょっと話をすると、まあ、この時はあの大将ということなんですが、まあ、実質的にはですね、あの武田勝頼という名前で進行したかどうかちょっとわかりませんけども、まあ、いわゆるその御蔵氏であったのには間違いないですから、まあ、四男、えー、白勝頼という名前ではあったんでしょうけど、武田というふうに名乗ってたかちょっと知りませんけども、まあ、諏訪とは名乗ってなかったかもしれませんけど、まあ、正式にですね、信玄公も勝頼公が 後取りだということをちょっと。 残して死んだわけではないんでその後少しその家徳については揉めたという話はありますからやっぱり最後決め手にかけるものはあったんでしょうね、まあ、でも実質勝頼子しか後取りいませんでしたからまあいずれにしてもですね竹山城にしてもそうですし信玄公が後ろに控えつつ、えー、勝頼子を戦闘の総大将、まあ、大将に任命してですね攻撃をさせるとまあ要するにまああのー、よくねあの親墓だなんて言いますけどやっぱり息子の活躍を喜ばない武将 親はいないわけですから、まあ、そのお膳立てはして野背後にです、ね、武田信玄がいるとその前衛部隊ですよね、えー、戦闘部隊を勝頼が率いたと。 えー、もし勝頼が敗れても後ろには信玄公がいると、まあ、そんな方に敵方が思っていたらこれはちょっとかなわないなって、まあえー、信玄公のお名前を借りてるっていう部分もちょっとありますけど勝頼公は実際ですね一騎打ちとかも平気でしますし滝、まあ、山城もそうですけどもね初人、えー、からはもう敵の首を平気で取ってくるというその武勇はものすごい方だったと、えー、ですけどまあその。 外交ですかね、まあ、その辺がちょっと弱かったのかもしれませんけど、まああのー、私も勝頼美意期なんですけどね、あんまり、あのー、勝頼公の悪口は言えませんけども、まあ、実際、公平な目というか、第三者的な目で見ると、そういうところはあり、まあ、その失策がもとでですね、要するに人はしろと、人が崩れちゃったわけですよ、まあ、人も失ったわけですよね。その 長、えーまあ、しの戦いで特にそうですけどもその後もそうなんですよ人が離れていくかつ離婚というその人に対する人望がなくなっていくと、えー、そういうことがですね武田家崩壊につながったんじゃないかとまあもちろんあの北条との同盟とかですね上杉との同盟とかその外交政策っていう私が言ってるのはその部分特に北条ですよね、まあ、それがもしなっていたら滅亡まではしなかったんじゃないかなとは思いますけどねあの宗家滅亡ですね もちろんご質問がいらっしゃいますけどもちょっとその辺ではですね、まあ、ちょっと勝利君の判断ミスというよりはまあ自制でですねそれを支える有能な家臣たちがまあ馬場伸春や四天王ですよね山形正影もう武勇で活躍した人たちもいないもう側近の側近 の方たちだけしかいませんでしたからまあなかなかですねその辺も歴戦の将というのが信玄光以来の武将が一気にいなくなりましたからまあやはり人材不足というのはこれしょうがないですよね勝頼子一人ではどうにもできませんからそれはあの小谷城徳川にしろやっぱり人不足のところはですね、えー、家臣とはいええ,ええともですねもう踊りつぶしになったり海域になったりそういう方はいくらでもいますからまあやっぱりいい家臣いいその 人ですよねそういう人たちが揃ってこその家ですから、まあ、家イコール人ですからねそれこそ人が揃ってないと、まあ、すみません勝頼子の話に戻りますけどもその例の水の手の話ですよねこれこそですねこれ誰の発案なのかっていうのがちょっと分かりませんけど勝利子なんだと思うんですけどもね元号からの何かアドバイスがあったのかもしれませんけども要するに籠城するってことは水を絶たないば相手は生き延びるわけですよ水さえあれば相当長く えー、つまり、これ2ヶ月で落ちてるらしいんですけどもそれが6ヶ月、7ヶ月となれば遠征してる側の方が今度不利になってきますから、まあ、そういうことで,ですね早く落としたいわけですよ、でそれにこれは、えー、西への途上の途中ですからあの本当の戦ではないんですよね。まあ、ここを、まあ 抑えて、まあ、もしくは降伏して城を出てくれば別に無,無理な戦はこちらも味方としてもです、ね、兵を損ねることないですからねあの必要ないですからそういうこと無駄なは戦はしないとまあ味方なのはちょっとね、まあ、ちょっと家康公に対して信玄公がまあ何ですかね戦仕掛けをしてあえて家康公が挑んだと。 いう形で、まあ、それはそれの話で、味方がでも話してますんで、そちらをご覧ください。えー、そういうことで、勝頼公にしたらですね、この二蒲渡長の攻略というのも、十分な手柄なんですよ。で、他でも話していますけど、勝頼公が手柄を上げなければいけない理由っていうのが、まあ、かなりあってですね、えー、要するに、あのその、城勝頼と、その、この方が竹の,の宗家を継ぐとなると、いろいろ問題が生じるんですよ。名前だけではないんですよね。だったら名前変えちゃえばよかったわけですよその頼っていう字がね。あの,諏訪の頼であ 名前が返上していくらでも名前はやろうと思えできたんですよただ外交政策がなかったために、まあ、当時あの勝頼公、まあ、あの子供の信勝公はそうなんですけど要するに勝頼公も将軍家の返帰とか受けてない、まあ、春信子の春は将軍足利義弥の春ですからその例えば変な話「照信」とか「義輝」とかですね まあ吉明公の時代なんですけども、そういう名前を変えることは別にいくらでもあったわけですよ、返金を受けるっていうのは。それはできたはずなのに、それをやらなかったですから、名前だけのことじゃないと思うんですよね。やっぱり、どれだけ人を信用できるかという部分ですから、その勝頼公の人となりというところを、やっぱり武勲はすごいんですよ。 だからせめて武君はあげないと周りの人がついてこないだろうと、まあ、信玄公の配慮だとは思うんですよね、まあ、これだけのことをやってるとこれ大将を任されてもこれ失敗したらもう面目丸潰れですからねあの武田の棟梁になるどこの騒ぎじゃないですよ一部将に落とされてあですからあの最初武田の棟梁としての,あの戦ではなくてですね あの北条型の戦の中でもそうですけど一武将つまり、えーまあ、天宮信重公の子供の、えー、信豊子とよくコンビを組んでましたけど山形将之にしてもですねその四天王宮もしくは武田一門の、えー、有能な武将をつけてですね、えー まあ、まあ、まあ親親の、まあ、なんか情けじゃないですけどこれで勝てなかったらおかしいぞぐらいな、えー、そういう武将たちをつけてますから、うん、山形政景とかねついてきたらもう山形将景だけでできそうなことまあ、あえて勝つよりこうということでですね、まあ、その別にど,っち, <laughs> どちらがね上でも下でもそのないんでしょうけど立場的にはねその一武将として任せたということもありましたからそれで結果を出してきたというところで、まあ、この辺りからですねもう そろそろ信玄公もあま体調も良くなかったようですから、勝頼公に継がせるという感じの雰囲気はあったんじゃないですかね、あのはっきりとは言ってなかったみたいですけど、まあ、結果、死後、そのことが問題で、要するに武田家の後継に問題と、まあ、内乱にはならなかったんですけども、勝頼しかいなかったですからね、えーまあ、それでちょっと信玄公が亡くなった後ちょっと、会に引き上げてから、ですね、まあ、正式に家督を継ぐと継承するという形になったわけですよ。まあそのまあのまあ、最後のってことはないですけども それの戦の一つであったということには変わりないですよねまあ、新元校からしたら三方が原がまあ 人生最後というか、まあ、大きな戦としてはですね最後の戦ということであれば、まあ、勝頼公にとってはこの二股城攻めここを落城させたということがですねだけたけ家督継承につながったと言ってもいいんじゃないかなと私は思ってるんですけど違いますかね、まあ、考え方はいろいろなんですけどもですからまああのちょっとその他にね人がいなかったからなったっていう言い方も勝頼公に失礼ですが、まあ、実はいなかったんですよねありえない他に 誰,誰がやるんだということでしたから、慶喜公も亡き後ですから、あそれぞれにあの兄弟に子供はいたんですけど、まだ幼少ですし、まあ、あともし可能であれば、まあ、西名盛信ですかね、弟、まあ西、やはりこの方も西科家を継いでますから、まあ、今更武田宗家は継げないと、でもあの画像を見ると信玄公そっくりですよね、本当によく似てると。 勝校よりも信玄公に似てるのはむしろ森信公じゃないかなって私は思うんですけどねいかがでしょうかね <laughs> あの感じがですよ雰囲気が顔そのものっていうよりも、えー、まあそれは信玄公のイメージもありますからねまあそういうことでちょっと話それましたけど武田勝頼公、えー、二俣城こちらの戦いでですねまあ、えー、勝利し、えー、その後、まあ、武田家を継ぐという形になって、まあ、戦の先行 華々しい勝頼公ですけど特にこの二俣城ではですね皆、えー、を納得するほどの才覚、えー、を、まあ、この地味の手の戦いがですねあの勝頼公が発案だと思いますけども、まあ、部下かもしれませんけどね、えー、それによって、えー、こちらを攻め落としたと、えー、そういう立派な戦力だったと思います。はいえー、武田勝利子でした